はい、こんにちは、和歌山モン TV の伊藤です。今日は和歌山県の北の方にある三崎町とか阪南市へ行ってみたいと思います。子供の頃はね、三崎町を和歌山県と勘違いしてましたね。ずっと遠足が三崎公園だったからですね。どうやってこんなとこ楽園したの？ここもそこの建物かな。なんか崩れてんな。ガラス割れてる。タモキチ。うわ、逆光。三崎カーニバルワーフ。あ、ここにも瓦落ちてんな。これ瓦、こっから落ちてきたんですね。屋根には瓦落ち止めのシートがしてます。あんま近寄ると怖いな。落書き、近くも来たな。ここもそうだったよな。ここに落書きしてる。めっちゃ景色やな。こちらは三崎町にある三崎荘です。まあまあ有名なハイアパートですね。ツタがいい味出してますね。こちら冷蔵庫のある部屋ですね。広さは4畳半ですね。この畳を見る限り。
こちらは布団とタイヤとなんか入ってますね。あと小型テレビも。あれはつく車ですね。こちらはベッドもあります。横から入れんか、これ茨やな。カーテンが、嫌な虫緊張る。何それ。この階段もすごいな。裏にはもう一棟アパートがありました。2階、下ゴミだらけですね。こっちももう一個、わあ、こっちもすごいな。光がすごくて、うわー、なんだこれ、すごいな、落ちそう。バイクと自転車がいっぱい掘ってますね。アンテナが持ってきてるんか。ここだけ鉄格子してるんだろうな。なんか気に侵食されてますね。おー、すげえな。こっちの部屋だけほんまなんで鉄格子。じゃあ網戸、なんかディスプレイみたいなのと置いてますね。こっちは台所が流し台残ってるな。瓦の色が違う。こっちもちょっともう廃屋っぽいな。はい、崩れてる。2棟あったんですね。これより先は立ち入り禁止。警察には相談済み。発見したらすぐ通報します。また不法投棄ですね。関係者いるのに立ち入り禁止。無断立ち入り厳禁。結構警備が厳しいですね。ここにあるんですけど。落書きがひどいですね。電車の音、thank you.
踏切の近くです。建物内外立ち入り損壊などは法律事務所から賠償請求する。最後までご視聴ありがとうございました。廃墟マニアの方はチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画は森の廃病院。